これなんだ。こんなものを買ってみました。これはですね、猫用のグッズとして売られているものでよかったのかな？多分ね。ジャン君たちが襖を開け、あ、ジャン君は開けないけどね、うん、ポンちゃんが襖を開けてしまうということで、そらこのようにですね、この程度のものはポンちゃんだったら軽く開けます。この間にスイッ、全然開かない、全然開かない、嘘じゃないよ、全然開かないよというふうにですね、ここをキュッと閉めてしまうやつですね。こうラバーでできたものです。優れもの、これです。すごいね、開かないね。ジャン君とポンちゃん、かわいい。かわいい。ポンちゃん面白い。ポンちゃん、ポンちゃんは面白いです。うん、ゲレゲレ。ちゃんなんかずっとね、そのポーズでお腹上にして寝てんのね、ポンちゃん。はいはい。ポンちゃんかわいい。うん、ポンちゃん。ね、ポンちゃん。お腹触ってるよ。中触っても全然敵だよね、ポンちゃん。はい、白い毛のお腹のポンちゃん。さあ、今日も暑い日になりそうだよ。暑いよ。さあ、テレビではエアコンを無理しないで入れてくださいって言ってるけど、うちは昨日は無理したよ。風だけ通したよ。窓際はちょっと暑いね。そっか、はい、一日が始まります。はい、はい、そんな暗いところで呼んでるの。はい、パンちゃん、うん、うん、あら、奥へ行くんですか、パンちゃん。もうここはほとんど映りませんのよ。はいはい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 。今、撫でていますが、真っ暗だね、これ。はいはい。あ、パンちゃん、おいで。行くよ。おいで。はい、ジャン君心配してきたの。ポンちゃん、おいで。はい。よいしょ。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん、おいで。はい、おいで。はい、いらっしゃい。ポンちゃん。はい。あ、ポンちゃん。はい。はい、偉いね。はい、ジャン君。さあ、よいしょ。閉めて、新しく買ったストッパー。はい、これで開かないかな。はい、行こうか。はい、行こうか。